お疲れ様です。今日ですね、こちら、よいしょっさー、トリプルディガーでキーやっていきたいと思います。ということでね、新カード、マイティカードが出たと思うんですけども、こいつ、別、そんな強くはないので、まあ、面白いカードってことで、まあ、遊びがてらね、使っていこうかなと思います。ということで、3枚目かな、クララには地面を掘るカードがね、まあ、ディガー。まあ、あとは、ゴブリンドリルとね、ちょっと前出ると思うんですけど、今回、マイティディガーで3枚目なので、もうね、掘りまくってね、地面掘りまくって、この3枚ね、どれがディガーで、どれがゴブリンドリルで、これがマイティディガーでね、ちょっと相手を混乱させながらね、勝っていくという戦略的試合をね、今日はやっていきたいと思います。さあ、やっていきましょう。ということで、ね、相手はいたもん、どれがディガーで、どれがゴブリンドリルかちょっとわかんないっていうね。で、なんか、ゴブリンドリルが、サイレント情報修正をなんかされたみたいなのを聞きました。なんかね、これちょっと早くなったらしいです。まあ僕は分かんないんですけどね。もう誤差。本当に誤差なんですけども、なんか移動速度がね、ほんのちょっとだけ早くなってるっぽいので、なんかゴブリンドリル自体、いや、ゴブリンドリルなのかディガーなのか分かんないみたいな感じらしいですね。そう、結構もう似てるらしいです。さあ、ということで。今回相手はもう僕のね、苦手としてるゴレちゃんが来たんですけど、まあゴレにはもうインフェっぽいデリバリー打っていけば勝てると思うんでね。はい。ってことで、さあ、ボコボコにできそうですね。じゃあ掘りまくりたいと思います。で、マイティディガーは、マイティ陣地には出せないんですけど、まあ、一旦ね、出します。で、火力は高いので、まあゴレとかにはね、すごい優秀なんじゃないかなっていうのは思いますね。あとは爆破もあるので、うまいことね、このゴブドリと、まあ、ディガーと組み合わせて戦うことができれば、すごいおしゃれなんじゃないかなと。お、待って、これめっちゃおしゃれ。いくよ、すごいからね、これ。マジで意味わかんないからね。見ててよ。からの、からの、からの、こう、こう、こう。んにゃー、マジで意味がわかんないけど、ピンチが訪れる。はい。っていう、マジでやばい。相手じゃなくてね、俺の方がもうなんか、何がどうなってんだってなっちゃうんですけども、ただちょっとね、ぐっちゃぐちゃだ。なんだこれ。ぐっちゃぐちゃなんですけど、これをもっとね、なんか戦略的にというか、狙ってこう、もういろんなことできると、いや、右にも左にも、左から右にもぐっちゃぐちゃみたいなことができるんで、まあ、ワンチャンこうね、大会とかでも使えないことはないんじゃねえかな、多分無理ですかということで、一旦一本折らせていただきます。さあ、もうギャングとかね、もう。餌というか、もう何っていう。あんたら誰っちゅうぐらいのね、感覚で。あとはマイティディガーマジでゴレ溶かすのに強いのと、あとこれですね。ガゴ系のやつもデリバリーみたいな役割ができるんで、こんな感じでね。あとノックバックはちょっと強いですね。で、ピンチの時はゴブリンドリルで急いでね、穴を掘ってね。さあ、守りの掘り師からの、これゴブドリ爆破で、爆破でダクネぶっ飛ばすわい。なんだろタワーにちょっかいをかけていく。さあ、ポイズン貼って、みたいなね。だから戦い、ああ、出た、チートします。チートしますって言うとちょっと語弊があるんですけど、まあ、チートっぽい技がね、あるんですよ、これ。マイティディがここに出してからの、これです。で、相手のタワーにへばりつきます。はい。へばりつきタイム。さあ、で、ゴーレムを後ろからストーカーして、ここで来たら、いや、で火力高いから多分、ダクでボコすっすね。で、潜れるんで、潜って、みたいなね。さあ、どんどん掘って掘って掘りまくって、やっていきたいね。まあ、ゴレは、ちょっとインフェ入れてて、マイティも入ってるんで、ちょっと相性いいかなっていうところもありね。さあ、掘って、掘って、掘りまくれ。ディガ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 、あ、待って、ガチで、本当にガチ当たっただけ。掘って、掘って、掘りまくれ。掘りまくれ。掘りまくれ。さあ、マイティの使い方がちょっとだけ難しいですけども、まあ、慣れれば、もう、まあ、たまには化けるよね、っちゅうところで。さあ、マスクですね。ああ、じゃあ、イスケラとかなのか。ああ、これ、デリバリー強いですね。まあ、こういうのにも、マイティも強いですね。なんで、まあ、デリバリー2個あるみたいな。なんか、プチデリバリーだと思ってもいいかもね、ディガ。盛りすぎ？いや、本当にそれぐらいの、なんだろうな、爆破のポテンシャルはあるんで、もう、何か間違って強化入れば、ね、何か変わればもうぶっ壊れになれるっていう。まあ、今ただね、ちょっと可愛らしい方なんですけど、さあ、1体目の掘り師をね、投入していきます。さあ、からの、まあ、デリバリー、スケルトン部隊がね、いるかもね。さあ、これもポイズン打っちゃおう。いや、ポイズンいらんかったかな。いや、いらんかった。
ったかもね。で、マイティはね、火力学っていうの今ちょっともったいなかったかな。まあいいや。さあ、スケートンラッシュ来る。でもこれはね、結局、スケートデリバリーとかあれば、ほぼ完封レベルに守れると思いますね。いやー、いい雪玉が来ちゃった。痛い。さあ、で、今回相手が意外とユニットが少ないのと、まあ、スケブ小物とかあるんで、このね、マイティディガー結構活躍します。見ててください。で、活躍のさせ方はマジでね、もうセンスです、その人の。よいしょ。マイティはマジだから、センスが問われるからですね。クララでやっぱセンス問われるって言ったら、まあ、デッキとかだとね、あるかもしれないですけど、カード。なんだろうな、センスが問われるカードって言われたら、ちょっとむずいけど。さあ、掘って、これはね、相手マイティ無視できないんで、あっちにスケルトンブデとかやっぱ咲くんですよ。そう、そしたらこの左側がね、やばい、待って、めっちゃいい。なんもね。あぶねえ、さあ、耐える。で、これは一旦攻めながらの、これ、ちょっと僕は不慣れなだけなんですけど、これ勝つんで、大丈夫です。安心してください。まあ、ポイズンあって、普通に相性はね、いいっすね。で、このね、これマイティが単純にきついと思うんですよ、相手。だから、からのさ、マイティ逃げて、あとは、ポイズンもうまいことこれね、組み合わせできるとね、より熱いんだけどね。さあ、いやー。で、まあ、攻めポイズン使ったら、まあ、デリと助けて守るようにって。なんか、むずいね。一体何が悪くてどうなってんのかって、誰が一体足を引っ張ってんだって話なんですけど、多分ですけど、マイティ。うん。さあ、多分マイティがね、やらかしてるんですけども、いやー、痛い。一旦、ゴブドリで掘って、ワンチャンのポイズンも考えながらの、よし、さあ、ダメージ狙っていこう。やらめ使ってるんだね。いや、めっちゃある。で、ディーガーでも削りながら、いや、もう、あれマイティいらんごもしして。そのこと言っちゃダメよ。防衛でね、そのマイティやっぱね、攻めで刺さると気持ちいいんですけど、攻めはやっぱ刺さりにくいんでね、もうおとなしく防衛で活躍させてあげてください。はい。で、ここで、これですね。はい。デリバリー、まず。デリバリーっていう名の、よいしょ、マイティ1周目からの、あ、ちょっと待って、やばい。なんかやばい。なんで?さあ、なんかびっくり流れになってる。やばい、ぐちやばい。耐えれる。雪玉来る。いや、耐えれる。痛い。あれ?ポイズン?痛い。耐えれる。おーい!勝っていく。いやー、ちょっとね、どれがディガーで、どれがマイティで、どれがゴブドリなのか僕が分かんなかったっすね。奇跡の勝利を成し遂げました。さあ、いやー、これもっとうまくいきたいね。さあ、よろしく。まあ、マイティはね、あんま考えないようにしよう。うん。こいつにね、騙されてる、俺が。だから、あー、来た!さあ、マイティディガーね。ディガーね、ディガー。さあ、穴掘り三兄弟。あ、これはスケのクッションとか入れてあげるだけで結構熱い気がするんだけど、相手もクッション入れてきましたね。さすがにこれ掘りたい。掘って、一旦撤退して、うわー、君もね。いやー、なんかカオスだな、これ。なんだこれ。やばい、ガチで、変な試合になりそう。ね、お互い掘りまくるよ。まあ、一旦ディガーで様子見るか。さあ、タル使ったんで、ゴブリンドリルまで通します。さあ、いっぱい掘ってくよ。相手もディガー持ってるとね、やばいね。わけわかんなくなっちゃう。さあ、おー、これマイティーゴールとかなのかな?さあ、ちょっと待って。むずい。受けがむずい。さあ、で、これマイティー、さすがこれ、潜ってもね、横から生まれるんで、2コスで爆弾生んだだけになるんですよね。まあ、意外とこの爆弾がいい、強っ。かもしれないんですけどね。だ僕意外とその爆弾好きなタイプですね。爆弾で公園のやっぱガゴとかが飛ぶのがね、結構強いなっていうイメージありますね。あとノックバックも強い。さあ、ということで、エレジャイン・ダクルマイティ。もうほぼゴールやないかいっていう話なんですけども、あれはね、まあ、インフェ置いとけばね、ボコボコですって、インフェがやられたら、もう一回掘ってゴブリンドリル作って、ダメだったらもうなんかね、気合で。うん。さあ、延命しながら。で、マイティはマジでエレジャーに
ボコされちゃうんで。あ、ちょっと待って。なんかエリジェにボコされそうなやついんな。これは、冷静に守って。守ってこう。いや、なんか、あれ？タイルで、これあの皆さん見ててください。僕の紙プレイします。お前来んな、マジで来んな、エレキ。勝てばいいんでしょ。いやー、うまい、うまい、うまいが、勝つのは、あれ？なんだ、そのグッドゲームは。あれ？うん、みんな見た今の。これ真ん中にじゃ来るよ。来ない。あれ？ちょっと待って。ディガー、むずっ。お前は誰だ？お前がディガーか？お前はディガーな。さあ、ちょっと掘っていこう、掘っていこう。もう掘って、掘りまくるのが多分このデッキの強みだと思うんで。掘りまくりゲーミングの、まあ、マイティはエリジェにちょっと微妙なので、掘って爆破に頑張ってもらう。あぶねえ。さあ、まあ施設置いて、いやー耐えたい。おい、耐えてく、やるなって言われてる。嬉しい。いや、210でしょ相手。これさ、削れんかったら、なんなら俺の方があるかな。え、マジさ、スーパー大逆転していい？スーパー大逆転するね、俺ガチで。ちょ、前って言うし、来た、スーパー逆転すんね。見て、俺のマイティ大逆転。え、マイティお前どこおるん？ちょっと待って。おい。なんでこれ、なんでこれ。え、いや、マジでやばい。なんかマイティのスキル使ったんすけど、多分使えてなくて、どれかのディガーが頑張ったっす。いやー、ちょっとむずいな。なんかさ、なんかめっちゃ今日下手じゃない？気づいてた？つかみな。多分ね、今日めっちゃ下手っす。なんか、素人感がね、プレイに出てるかもしんないから、じゃあ一回本気出すね。ちょっとマイティ、ディガー、まあ、デッキがちょっと難しい。もう俺がさっき作ったんですけどね、適当に。まあ、ディガー3つ入れるから、守れねえからっつって、まあ、インフェポイテール入れるときは何でも守れるやろっていうね。さあ、宝石、まあ、ラバかスケラか、まあ、ロイか、みたいなね、そういうとこありますけども。さあ、マイナー、一周目。掘っておりまくれ。マイナー一周目。からの、マイナー二周目。からの、いや、このベビーはね、うまい人っすね。マイティをそこに停滞させて、ベビドラの範囲ダメージで、まあダメージを稼ごうっちゅうやつですね。さあ、皆さんこれ見てください。いきます。堀氏の強みをね、みんなに。ふっ、ちゅっちゃー。で、これタワーに行け。あー。いや、弱っ。いや、俺のディガーの位置がこれ、もう雑魚ですね。俺が弱い。マイティはね、頑張ってんだ。ほら、必死にスケルトン削ってるからね。で、まあ、ドリラー行って、まあ、ゴブリンドリル、ディガー、まあ、攻めーって行こうっすかね。やっぱ、スキラーポイズンと、まあ、デリとあれば適当に守れると思うんで、まあ、結構今回は攻めメインでやっていこうかな。で、これ早めに出して、ベビーかなんか欲しいな。いや、ちょっと痛いけど、まあ、シャアなしの。で、あのコウモリ、本当はね、いろいろ組み合わせたいんですけど、コスト的に無理なのと、
ちょっとうまいな、相手も。マイティがマジで邪魔っすね。さあ、もう攻めるしかないんで、ちょっと攻めていきます。なんなら攻めポイントまでも狙ってね。いや、いいよ。どっちか入れ、どっちか。いや、どっちか結構入れ。いや、相手焦ってんな、あれ。間違いなく焦ってるっすね。で、左っすね。もう右はね、暴走しときは絶対、なんとかなるのと、端前に引いときは、なんとかなるんで。さあ、あとこの瞬間に攻めたい。なんなもディガーで削っていきます。確実に。うん。よしよしよし。からの、まあ、からのなんですよね。ゴブリンドリル、ポイズン、コウモリまで行って、なんならここでドリル行きたい。ほれ掘って、うん、そんなおしゃれなトレになるん。なんか全部無駄になったね、今俺の。さあ、まあ、インフェ持って、インフェだけのコースト残して、さあ、ポイズン打って。いやー、いい、いい、めっちゃ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 相手も困ってる、これ。掘りまくって、いや、掘りまくりゲーミングか、もしかしてこれ。掘りまくればあんな。さあ、一生ディガ飛ばして、いや、これやばい。なんか、攻めたの来たら悪い。そんなコースはない。いや、耐えた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 。ダメージ勝ってんな。いいね。え、待って。お前、なんで。帽子いらんだろ、こいつ。あんま掘らねえし。掘ってもなんもせんし。いやー、待って。これ、最後に、こいつに花持たしたいと思います。よいしょ。ここで、最後に。いけ！いや、マジで最後に。最後の最後に。いや、最後の最後に、いいとこ取りやろう。いいとこ取りやろう、来たー！さあ、逆サイドで、ぶっ刺していく。いやー、こいつなー、マジで使うの無事は本当に。刺さればいいんだからね。刺さる場面がね、少ねえ。少ねえから、周りのホリシーディガーゴブドリで、なんかいい感じに竹取って、ミリ残り延命してとか、協力しないといけないわ、やっぱこいつらで。兄弟なんでね。うん、取るよ。さあ、一旦掘ります。掘るやつ出して、交差ゲーミングしたいな。右に左にドッグショーしたいね。ああ、これ逆サイドに置いてくるんだね。ちょっとね、レアだね。さあ、ディガー置いて、からの、わあ、待って、なんもねえ、待って、なんもねえ、なんもねえの、何これ。どういうこと？さあ。いや、なんもないけど、耐えれはしそう。うん。あー、スケキンのスキル今、タイミングってか、ギリ間に合ってなかったっすね。いやー、なんだこれ。スケキンダクネさ、ライトニング。なんだこれ。ゴレです。はい。ゴレです。皆さん、簡単でした。3秒で解決、ゴーレムでーす。これね、いきます。で、からのディガーコウモリぐらいまで行きたいな、なら、ゴレなのかこれ、スケラかちょっとわかんないけど、いっぱい掘ってこ、掘ってこ。いや、これ結構いいんじゃない？だってマイティ対応したらさ、なんならゴーレムの方に逃げればいいし、どっちかしか対応できないからさ、なんならこれタワー折れる。タワー、ボコボコにできるぞ、これ。ガチで。で、なんなら、てかゴレだったんだね、あんた。さ、出してあげて、こんなんもうね、デリバリーかなんか、ポイズンかなんかで、ぐっちゃんぐっちゃんやん、こんなん。こんなダークネクロね。さ、ぐっちゃんぐっちゃんにしてあげて、このコストね、もうトルネ頑張って3コストで打つぐらいか。ね、で、打ったとてみたいな。いや、いいやん、いいやん、いいやん。さあ、ホリシー、決まってくね。なん、ディガーがこれやっぱさ、3体あるからね。一回こうディガーコウモリした後に、もう一回ディガー、もう一回さらにディガーみたいなね。もう何回ディガーくんねんっていう遊び。さあ見ててこれ。このね、これ俺がしたい、俺がしたいやつこれ。あ、待って、マジ邪魔。これさ、マイティ生まれたタイミングでさ、これダメージない。あー、ド M いたーってか、生まれた瞬間多すぎー。さあ、これは大ピンチってやつですね。簡単に言うと。簡単に言うと大ピンチってやつなんですけども、ここで、こういうオシャンティ、オシャンティーンしたい。耐えるよ。俺ぐらいになったら耐えるからね。さあ、マイティの強みです。これね、デリバリーです。一瞬ね。さあ、一瞬デリバリーのノックバック付きを発動して、さあ、全時からの、
インフェで、はい、さよならですね。いやー、マイティーなー。楽しい。うん、強い。強い時もあるんだけどね。うん、まあ、おもろいネタカードっちゅうことで。まあ、そんなことない。今日トリプルディガー、トリプルアノフリデッキしたんですけど、まあ、ちょっと、使い勝手悪いですけどね、おもろいんでね、まあ、皆さんもね、こういうのぜひね、やってみてください。チャンネル高評価もね、お願いしますよ。お疲れ様でした。またねー。